あの黒い服のベアラ、見ない顔ね。遅くなった。こっちも今来たところ。先に町の様子を見てきたが、随分と兵が出てるな。俺の顔を知ってる奴がいるかもしれない。だったら裏から潜り込むさ。そう固くなるな。身を潜めるならこういったところの方が。安全だ。でもそれにしたってここは。それでどうするつもりだ。クリスタルの搬出口へ向かう。夜が更けたら出よう。あそこは国の重要拠点だ。警備も国境とは比べ物にならない。さすが元ザンブレク兵、よくご存知で。秘密の抜け道があるんだ。後で案内しよう。詳しいな。元ザンブレク兵の俺よりよっぽど詳しい。ここまでの道にしたってそうだ。実を言うとな、前に一度城に忍び込んだことがある。バハムートのドミナントと勝ち合って命からがら逃げる羽目になったが。シド、マザークリスタルとクロの一体の話が本当なら。なんだ、まだ疑ってるのか。ただ不思議なだけよ。同じ考えに至った人があなたの他にもいたでしょうに。国ってもんはマザークリスタルという存在があって初めて成り立つ。昔からそう作られてきた。それが黒の一体の原因となればどの国にとっても都合が悪い。だから声を上げれば異端者と見なされ消されちまうんだ。無慈悲な愛国者たちの手でな。なるほど。その一方で奴らからしてみればドミナントやベアラーは都合がいい。なんせ魔法を使うのにクリスタルを使わない。国費の節約になる。その先に待っているのが全身の石化、つまり死を意味するものだとしても。消えかけのろうそくには情けをかけないだろ。まあそういうことだ。マザークリスタルとクロの一体、ドミナントとベアラー、この因果から抜け出すには
人の意識を変えるしかない。だがあいにくとこの世界はそれほど成熟してはいないからな。無理にでも舵を切らなきゃどこへも行けやしない。だろ？だが、マザークリスタルの破壊は大罪だぞ。悪名が残ることになる。大悪党指導。いい響きだ。ずいぶん軽々しく罪を背負うのね。そう睨むなよジル。美人の怖い顔は箔がつきすぎる。大悪党としてでも名が残るのなら生きた甲斐があるってもんさ。潜伏先は確保したが、ここから先はことをなすまで出てこられると思うな。念入りに支度しておけ。やけに警備が手薄だ。ウォールードとの戦で躍起になってここの兵士をいくらか回したか。何にせよ好都合だ、うん、それにしてもさすがに勘繰りすぎたか。おい、それはどういう意味だ。あんたの言う抜け道はいつも敵だらけだったからな。この長い人生にはちょっとした刺激が必要なんだよ。お前みたいな若造だってすぐに老け込んじまうんだぜ。余計なお世話だ。いいかクライブ、何かが変わるきっかけなんて些細な出来事や何気ない一言なのさ。よく見てよく聞きよく話す。人生を豊かにするにはそれが何よりも大切なんだ。面倒があれこれ増えることを豊かになるとは言わないだろう。どうした。何でもない。それでこれからどうするんだった。ああ、マザークリスタルのコアを叩く。そいつを壊せば全体が崩壊するはずだ。なら行き先は一つか。そうだ、コアが祀られているクリスタル神殿を目指す。こっちだ、ついてこい。警戒しておけよ。ああ、分かってる。大丈夫そうだ、行くぞ。やれやれ、敵さんがお揃いだ。やっちまうか。さあ、やったらしいぜ。さあ、ちょっとと片付けんだ。なんか、俺たちがいつもこうだ。言ったろ、刺激が必要だって。やれやれ、ご苦労さん。まったく。あれは警備が厳しいだ。クリスタルの運搬路か。
抜け道はここで終わりだ。奴らを倒して進むぞ。賊がかかれ。あいつを呼べ。今すぐだ。今止めろ。今そこか。取れ。今なすったようだ。死に方くらい選べばよいものを。貴様らもこれの餌食にはなりたくあるまい。ふかしやがる。さっさと黙らせるぞ。くらえ。Hmph!
量のエーテルを浴びてアカシアとなったものの末路だ。ひどいもんだぜ。こんなの人の死に方じゃ。急ごう。このエーテルは下の層から溢れてきてるな。まさか。思った通りだ。濃いエーテルが漂ってエーテルだまりになってやがる。このまま降りて大丈夫なのか。ドミナントやベアラーなら少しの間は耐えられる。だがあまり長居もしてられん。ここから地下採掘場だ。その先にマザークリスタルがある。ともかく急ぐとしよう。新たなコートを作る気なのかもしれん。そのための再軍備か。飛べって？いいとも。すまんな、助かったぜクライブ。最後まで案内しろよ。分かってるさ、ご愛嬌ってやつだ。
この先だが、なんだこの鉄格子は。蹴破るぞ。硬いな。次だ。もう少しだ。同時に蹴るぞ。合わせろよ。面倒なもん作りやがって。そろそろマザークリスタルだ。本当にこんなところから行けるの？ま、見てなって。大丈夫だ、誰もいない。ドレイクヘッド、なんて巨大なの。神殿はあの橋の先にある。しかし、ろくな修復もされてないとは。よほど人手が足らんらしい。まさか、あんたがあれを。ああ、前に忍び込んだ時は橋の手前でバハムートのドミナントと鉢合わせてな。追いかけられて仕方ないんだ。よく逃げ切れたもんだ。さっさと、つばしも。こいつらはまさか。あの時の。化け物との知り合いなのか。Come on.
ニックスゲートにいた魔物がこんなところにも。この場所と何か関係があるのか。聞いたことがある。ドレイクヘッドのクリスタル神殿には聖域を守る番人がいると。前に俺が潜り込んだ時にはお目にかからなかったんだな。とにかく慎重に。何かいる。なんてこった。門番までアカシアになったのか。Yeah.
丈夫か？ええ。神殿はこの先だ。警備の増援が来る前に済ませるぞ。もっともこうエーテルだまりがあっちゃそう簡単には来れないだろうがな。クライブ。ん？全てのマザークリスタルを破壊した時、俺たちは魔法を使う最後の存在になる。場合によっては立場が逆転し、今よりもっとひどい目に遭うかもしれん。恐怖の対象としてな。だがそうなったとしても、いつかこの選択が道を開く。生まれも身分も関係なくなると信じている。やけに弱気だな。あんたらしくもない。言ったろ、もう一度信じるって。それじゃ行くとしよう。大悪党シド様の華麗な第一歩だ。